ね、知ってる？ついにまとめ撮り4本目で、うん、そんな撮ってるんだね、うん、結構撮ったね、うん、しかもこの日の配信がクリスマスらしいです、うんうん、おーメリークリスマス、メリークリスマス、今年は、うん、みんなお家でクリスマスなのかにゃー、にゃーにゃー、そうですよ、あ、そうですよね、そうですよ、そうにゃの、そうですよ、あ、そうにゃんだ、にゃーって何ですか、にゃーって、んでもそうですよ、普通に喋ってただけだけど、え、あ、うん、あ、本当ですか、うん、ちょっとね、ごめんな、こんな松だとお送りしますけど、はい、はい、今日もまた今日も箱から行くみたいなんですけど、はい、うん、ますか、まあニャーとか入ってるんですかね、わかんないですけど、まあ入ってるですよね。じゃあ松田から行きます、いいですか、では行かせていただきますよ、うん、じゃあこれ、はい、あー、もう猫型になっちゃってますね、猫の形、髪がね、じゃん、はい、ブログに書くまでもない話あるかにゃ、ないですね、はい、あるんじゃないですか、あるなんか。なんだろう。程よくどうでもいいけど。そうね。そういうこと、これ別に言わんでもよくないみたいな感じ、ね。ああ、なるほど。ここで言わせていただけるってことね。そうね。そういうことですね。なんやろうな。でもいっぱいあるよね。確かに書くまでもないわ、割と、うん。まあまあまあ。でもうち書く日とかもその書くまでもないこと。ああ、思う。そう、この前言われたの、てんちゃんとゆいにめちゃくちゃバカにされて、ね、なんか、うん、え、この前なんか、みたいな。ゆいちゃんがさ、うん、なんかそういうネタ系の話をしてた時に、うん、なんかこの前ブログで、なんか、あれだよね、みたいな。わかめスープに、わかめ大量に入れるのなんか好きみたいな、みたいなこと言われて、うちそういうこと書いてたで、うん、インスタントわかめスープに、そう、いっぱいわかめ入れて食べるのが好きです、みたいなこと書いてるのをすごいバカにされたけど、うん、結構その、ブログ冒頭で、超どうでもいいことを書く。ね。自分の近況を、そう。うんうんうん、それで入ってるから。ね、松田里奈です。そうそう。割と書いてる派かも。うん、確かに書いてるね。うん、なんかある、うん、なんか今。どうでもいいこと、うん、忘れちゃうなぁ。そう、あれどうでもいいからね。そう、ね、そう、どうでもいいから。ちょっとね。なんか、程よくでもどうでもいいでしょ。そう、ね、ちょっと人に言うと。どうでも良すぎると、あれだけど。うんうんうん。そうそう。なんやろうなぁ。ある？なんかあるかな。最近の冒頭でするならば。うん、あ、でも、コーチジャケット買いました。え？コーチジャケット。何コーチジャケット？なんかさっきちょっと一個前の、さっきのラジオでも言った、通販で買ったよ、みたいな、やつで、うんうんうん、なんか、なんだろう、何ちょっと、なんて言ったらいいかわかんない、どんな服って。なんか、何襟ついてるみたいな。なんか、シャツみたいな。わかる？シャツの形。わかるわかるわかる。シャツの形の、まあ、アウターみたいな感じかな。よくわからんで買ったけど。うん。まあ、それは成功したの、うん、ショッピングは。多分成功やっても、公式で買ったから。あ、そうなんだ。でも、メンズやってよ。あ、メンズなんだ。そう、そこ怪しい。S 買ったけど、ちょっと怪しい。でかそう、でも。うん、そう、でも、うん、あのさ、うん、あるあるタイトルにさ、知ってるの。やってるやんね。私はね。それを、なんかどういう言い回しで、こう文字にするのは難しいけど、うんうん、言いたいなみたいなあるあるがあ、いいじゃん。ちょうどよくない？その冒頭で言えるの。そう、ちょっとここで言わせていただいてもいいですか？うんうん、それいいね。ちょっといっぱいあるんですよ、あるある。すごいね。あるあるってさ、意外とむずくない？考えるの。そう、難しい。でもなんか、うん、日常生活で、あ、今のあるあるなって思ったら、すぐメモしてる。すごいね。ずっと探してるんだね。ね、そう。あのさ、はい、朝起きてさ、はい、こう、携帯を充電し忘れてた時の、うん、あの、絶望感やばくないみたいなことを書きたいけど、ね、どう文字にしたいかわかんないが、ここで言わせていただきます。でも、それ光めっちゃ悪くない？ある。光があるあるすぎ。そう。なんか電源切れとったりとか、うん、なんか、もうなんかあと 3% とかで起きたら、うわ、やっちまったみたいな。そう、絶対強化してくれる人は、うんうん、もしかしたら多分いらっしゃると思うから。そうね。いると思う、全然。確かに言い回しね、うん。そのままでもなんかいい感じしたけど。うん、まあね、本当全然。伝わる、全然。本当に伝わった。多分もうこだわりが。謎のこだわりが。あるよね、うん。全然十分やの。伝わるなと思ったけど。まあ、せっかくなんで、ここで。そうね。一つ、ここでご紹介という形でしたね。うん、まあ、ブログに書くまでもない話は、ラジオでも話さない方がいいっていうことですね。可能性もね、あるかもしれないですけど。
じゃあ、もう次のいっちゃいます。はい、いっちゃいましょう。はい、じゃあ、かりんが。どうぞ。ちょっとかりん似てないそのそうなんすって感じ。え？なんで？似てないですか？どこ？どこ？なんか。もう今年も終わるにゃー。だって。え？じゃあ、もう一回お願いします。もう今年も、もう今年も終わるねって。え？ねえ、違う違う。ちゃんと呼んで。もう今年も終わるにゃ。はい、ありがとう。いただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。いや、終わるけど。そうね、終わるね。早いね。そうね。早いじゃない？早いよ。いや、早すぎる。なんか、でも2020年はほんとなんかいろんなことありすぎた年やからさ、なんか早く終わってほしいみたいに言ってる人も多分いるじゃん。でもその気持ちもちょっとわからんくもないなと思う。だってね、なんだろう、早っ。一年がまず早くない？めちゃくちゃ。だってもう、さ、紅白、不協和音やったじゃん去年。やったね。からもう一年だよ。やばいよ。そう考えたら怖い。ええ。すごい早いよね。もうさ、いろんなことがさ、多分あっという間に全部。そうだね。ね、これから終わっていったり、進んでいったりするっちゃろうなって思うけど。そうだね。今年、共和国やってないんだよ。やってないよ。共和国2020。2020年やってないんだ。やってないんだね。ツアーとかもか。うん、全部今年のライブはあれやったもんね。配信ライブとか。映画館だったりとか。うん、まあ配信ライブはね、配信ライブですごい新しいこといっぱいできたけど。ね、そろそろね、ちょっとお客さんまた、うん、お迎えして。やりたいけどね、ライブも。やりたい。目の前でやりたい。ファンの方の。うん、でも、緊張しそう。今まで、今最近いないのに慣れてるじゃん。なんか、そうね、客席に。で、自分たちが客席まで使ったりとかしてるから。え、これが実際に今まで通り、こう目の前にいるって思ったら、え、緊張するよ、ね。倍緊張すると思って。するよ、絶対。しかもさ、全部変わってるやん。じゃオーバーチャーもそうだし、ね、ペンライトの色も変わってるし、それがどう自分の目に映るのかすごい楽しみ。確かに。反応もやっぱり違うわけだから。その反応が見れるっていうのはやっぱ大きいよね。いいよね。その直接ってすごいでかいよね。いやー。来年はじゃあちょっとそういうのがね、あったらいいなって思う年ですね。そうだね。ファンの方に直接お会いできるね。増えたらいいよね。いいですね。よし、じゃあ次の紙引きますか？ヒカルが、何でしょう？チャーモリちゃんが。ヒカルちゃん、行きまーす。ヒカルちゃん行ってください。お、猫の形だ。お腹すいたにゃー。あー。この猫は何なんですか？ちなみに。投げない、投げない。怒らないよ。いや、可愛いんだから。もう、嘘嘘。何だったっけ？猫なの、これは。お腹すいた？お腹すいたにゃ。お腹すいたにゃ。この猫お腹すいてるらしいですよ。お腹すいてんのか。どう、クリスマス何食べますかみんな。去年さ、一緒に松田とさ、チキン買いに行ったよ。買いに行った。いいね。寒い。寒い中並んで。二人でさ、こう、温め合いながら。めちゃくちゃいて。並んでやってんのかよ。並んでるとそんなね、まさかそこまで並んでると思わない。すごいやっぱ並んでて。当日でしょ、でも。そうそう。並ぶよ。絶対並ぶかったよね、ほんとに。寒かった。けど美味しかった。美味しかった。ほんと。でも最後はね。大好きだよーって言って、バイバイしたね。ギューして。ブログにもちょっと書いてある。あ、ごめん、言っちゃった。恥ずかしいから。恥ずかしいですね。今年はどうしますか？今年どうしよう。なんか、何、どうなるかな？みんなと過ごせるかな？みんなと過ごせたらいいけど。ね、お仕事でみんなと一緒やったら、確かに過ごせるから、一人じゃないからいいけど。うんうん。みんなでパーティー。一人寂しいよね。そう、寂しいね、ちょっとね。一昨年とか、一昨年か2018年は一人で過ごしてたから。おぉ、よく覚えてる。東京でね。東京で。全然覚えてない。そうそう。結構なんかブログとかにも一回書いたけど。一人で寂しかった。一人でこう、イルミネーション見て、横目に見ながら、こうやって写真撮る。一人だからね。一人だから恥ずかしいやん。なんか横断歩道渡りながら、こう、別にどうでもいいですよ、みたいな。はい、感じで撮って帰った。一番恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。寒いし恥ずかしいし。まあね、まあね。そう。寂しかったな。いや、今年はみんなでね、クリスマスパーティーとか、できたらいいね。
いいね、クリスマス。ほのちゃんがフル、あのね、クリスマス大好き。ほの大好きやね。なんかずっと流してない音楽、ね、クリスマスの。好きやしさ、なんか一緒に車両乗ってさ、うん、夜とか、こう移動してたり帰ってたりして、ほのに、なんかめっちゃ、本気のイルミネーションじゃないけど、やっぱ東京ってイルミネーション多いじゃん。ちっちゃくてもこういっぱいあったりとかするから、ちょっとまだそこまで大掛かりじゃないイルミネーションに、あ、ほの、ほの、イルミネーション、イルミネーションって言って、見せて、そしたらほのが、なんなんなんだ、そんなんみたいな。なんか、やっぱほのは壮大なやつを想像してるから。ほの好きだ、できたからね、そうそう。でも毎回全部に反応するから、それが面白くてちょっとからかっちゃう。でも私も聞き始めた、うん、クリスマス。あ、ほんと？もうずっと聞いてる。いいよね、うん。テンション上がるだろうから。待ち遠しいね。ね。はい、ね。じゃあ次のトークテーマ引きます。おてんちゃんどうぞ。おてんちゃん、はい、行っちゃってください。おてんちゃん引きまーす。はい。あ、猫じゃない。お？ちょっと、付け足しましたね、赤ペンさん。ほんとだ。ついてる。厳しい。しっかりてんちゃん、やりきって。いけるよ。終わりにゃん。はい。あー、怒ってるみーさん。ありがとうございました。怒ってるみー。あ、終わりましたね。はい、終わりましたね。ということで、まあ、4回にわたってお送りしてきた作耳いかがだったでしょうか。ねえ、やたらとにゃんが多かったです。ねえ、まあ、おぜさんも来てくれたりして、うんうん、そうね。松田も来てくれて、ね、ありがとう。ありがとう。ありがとう。急だからさ、びっくりしたけど。びっくりしたね、なかなか。やっぱ、ね、楽しかった。びっくりさせるのは楽しいよ。うん、本当に。サプライズ好き？うん、サプライズ好き。いいね、サプライズどんどんこれからもしていきたい、ね。そう、センスないからさ、こう、ちゃんとこう仕組んでもらったやつから自分からはちょっと無理やからさ、そうだね、企んでもらったやつにこうこっそりこう参加する感じがね、楽しいから。私たち3人もいつかね、いや、そっち側をしてあげやれたらいいなと思いますけど、待ってる待ってる。次回は誰が登場するのかお楽しみに。はい、はい、皆さんからのメッセージもお待ちしています。はい、それでは私たちとはこの辺でお別れです。桜坂46の森田ひかると藤吉かりんと山崎天と松田里奈でした。メリークリスマス。